おう。麓でも騒ぎ始めたようだ。急いでここを離れねば。おや、転移装置のアクセスキーを変えたな。無駄なのに。キリコさん。あ、つけていたのか、肘山君。きっとこれは何かの誤解です。あなたがスパイだなんて。ドージ博士ならそう言うだろうな。なぜ逃げたのです？機密を盗んだ嫌疑で憲兵があなたを探してる。博士の娘がスパイ行為などするはずがない。残念ながら娘じゃないんだ。本物の同時キリコは東京にいる。え？だがスパイ呼ばわりは侵害だ。騎兵の機密なんか盗む必要がない。騎兵を作ったのは僕なんだから。同時博士は本土決戦の騎兵計画を担う人物。その博士と共に来たのが娘のキリコさんだ。本物ではないなんて本気で言っているのか。自分が騎兵を作ったなどと。どうしたと言うんです？あなたに何があったんだ？実に君らしい反応だ。本物がここにいないならあなたは誰だというのか。説明したって信じやしない。それとも君の僕に対する感情は本物かどうかが重要なのかい？それは。突拍子もない話だ。あなたが作った？ああそうだ。あれをエディタで起こして自動工場に発注したのは僕だ。あなたはきっと気が動転してるんだ。僕が連結素子を君の頭に埋め込んだ。麻酔が効いていたし覚えてないか。交渉へ来るのは博士の使いだとおっしゃっていた。理由がなければ怪しまれるじゃないか。君は愚直だが見どころはある男だ。何を一体？名残惜しいってことさ。ちょうどキーの解析が終わった。それじゃあここでお別れだ。キリコさん消えた。そんなバカな。あの一瞬で神社裏の参道を逃げるのは無理だ。キリコさんはどこへ？誰かやってくるぞ。あいつは交渉に忍び込んだ。素性の怪しい奴だ。しかしもし彼女の仲間だとすれば行き先を知ってるかもしれん。木陰に身を隠して様子を見よう。時坂神社。少し前に沖野の店員履歴がある。今すぐ追えば捕まえられるか。設定はセクター4、1984年。
観念しろ、逃げられんぞ。同時博士は同時キリコを知っているか。ああ、やはりあいつは同時キリコなんて名じゃない。それは本当なのか。彼女もそんなことを言っていた。彼女か。うまく化けたよな。奴は沖の司、女装した男だよ。出まかせを言うな。そんなわけがあるか。肘山、スパイめ、逃げられると思うなよ。ここで何をしていた。言ったところでお前は笑うだけだ。正直に話さないと痛い目を見るぞ。ここから別の時代へ行くんだ。貴様、頭がおかしいのか。とても信じられん。同時キリコは女装した男で、本当の名前は沖野司。同時博その本物。この男出まかせに時間を旅するなどと言い出した。冒険科学小説じゃあるまいに。別の時代か。もっとまともな言い逃れをしろ。お前の言う同時キリコはここで転移して未来へ逃げたんだよ。ごまかされんぞ。もう邪魔するな。俺は奴を追う。ほう、居場所は知っているんだな。どこだ、案内しろ。巻き込まれるぞ。下がれ。転移する。時間旅行か。できるもんならやってみろ。どうなっても文句を言うなよ。和島さんに呼び出されてビビっちまったんですよ。逃げやがったか。口ほどにもねえ根性なし野郎だ。待てやこら。なんだ。ざけんなこら。人に肩ぶつけておいてただで済むかい。わびんかい。ぶつかったか。そりゃ悪かった。はあ？悪いで済んだら警察はいらねえんだよ。なんだ、金ならないぞ。ソースで絡めたそばをほろ甘いパンで挟む。戦後の世界でこれだけは。焼きそばパンは認めざるを得まい。和島さん、こいつ近頃噂になってる学ラン狩りの野郎です。何？確かにこいつが来てんのはうちの学ランだ。貴様らあいつらの知り合いか。何しろここでは天涯孤独のみ。衣食住にこと書いてな。服と金銭の提供は誠に助かる。親切な仲間に礼を言ってくれ。じゃあな。おい、逃げんじゃねえ。こら。焼きそばパンがまだ一口も食ってないのに。この悪たれめなんてことしやがる。なんか文句あんのか。痛い目見んとわからんようだな。おい、おめえらやっちまえ。けら。
償しますんで勘弁してください。食い物を粗末にする奴は許さん。特に焼きそばパンはな。なんだこりゃ、タイマンつって呼び出しといて何やってんだ。和島、なんだ貴様、こいつらの仲間か。俺はさくらの尾形年次だ。何人の喧嘩に割り込んでんだこら。てめえ知ってるぞ、学ラン狩りの肘山とかいう。肘山貴俊だ。俺はいらんと言ったが、ぜひにと言うから借りてやった。あんなクソ悪いぜ。調子こいてんじゃねえぞ。調子に乗っているのは貴様だろう。相手を見て口を聞けよ。上等だこの野郎、遊んでやら。来やがれ。やれやれ、後悔しても知らんぞ。来やがれ、俺来いよ。当時キリコは女子ほなんだ、すっかり昭和60年に馴染んでるじゃないか。様子を見に来る必要はなかったかな。あの顔、あの声、まさか。待ってくれ。てめえ、喧嘩の途中でどこ行く気だ。畜生、どけ。間もなく夜明けか。この辺りで見失ったんだ。近くにいるはずだ。あの野郎の蹴りまだ効いてやがる。根性あるやつだったな。ずいぶん手こずった。鍵がかかってる。見つかっちゃったね、キリコさん。一晩中探してたんだ。相変わらず無鉄砲だな。騙されないぞ貴様、そんな格好で。そろそろ来るかなと思ってたから、君の分も朝ごはん用意してあるよ。半年も探していた。言いたいことは山ほどあるんだ。焼きそばパン買っておいたよ、昨日食べ損ねたでしょ。焼きそばパンか。いや、ごまかされんぞ。元の時代に戻せ。なんと言おうが無理にでも連れ帰る。嫌だと言ったら力ずくで僕を押し倒す。ふざけるな。貴様本当は男だろ。ここで確かめてみるかい。とても信じられん。同時キリコは女装した男で、本当の名前は沖野司。本当は沖野司と言うそうだな。男のくせに女装なんて。僕に告白しておいてその言い様は納得いかないな。生白い僕があの時代で生きるには丸坊主になるよりこっちが似合うだろ。それならなんで今その格好なんだ。君が喜ぶかなって。な
肘山君は面白いな。この方が都合がいいんだ。僕が生きているのを秘密にできる。言いたいことというのを聞こう。同時キリコ、本当？同時博士は本土決戦その発本物。なぜキリコさんに同時キリコだと身分を偽った？同時博士は了承してくれたよ。彼は四季島における技術研究の始祖だ。彼の功績で四季島は戦後飛躍的な進歩を遂げる。未来の技術を僕が教えたせいかもね。なぜだ？なぜそんな取引をする？騎兵だよ。本気で言っているのか？自分が騎兵を作ったなどと。騎兵で何をするつもりだった？あれがあそこに現れたのは単なる事故だ。あれが昭和20年の技術で、作れないのは理解できるだろう。もちろん40年後のこの時代でも無理だ。もっとずっと未来の、全てが自動管理された工場で作られたものだ。君にも分かりやすく言うなら、事故で故障したんだ。戦えるように現地で直す必要があった。米軍と戦うためじゃないのか？何と戦うつもりなんだ？ともかく俺は戻らなきゃならない。騎兵計画を成功させれば敗戦を防げる。見どころはあるが、君はやはり愚直だ。何とでも言え。貴様が何者であろうと必ず連れ帰る。各都市の空襲、沖縄、広島、長崎であれほどの被害を出すわけにはいかない。図書館で調べたのか。土手に住んで日雇いで生計を立てていたり。君は意外にもたくましいな。ずっと監視していたのか。一つ提案があるんだが、僕はこの1985年でやらねばならない仕事があるんだ。それが終わるまで待ってほしい。いや、手伝ってほしいな。これは君にも無関係じゃない。全て終わったら君の言うことを何でも聞くよ。どうかな？何でもだと？いや、俺と一緒に戻るんだな。それが望みならゆっくり考えてくれ。ここの2階が僕の拠点だ。どこへ行く？学生服を着ていくところは一つだよ。そうだ、焼きそばパン机の上に置いてあるよ。ほら、お腹が鳴ってる。昨日から何も食べてないんでしょ？鍵は開いてる。食い物でごまかされんぞ。痩せ我慢せず取ってきなよ。やつめ、どこへ行った？食い物であしらわれたか。焼きそばパンだからな。それも仕方がない。制服を着ていく場所、学校か。学校に何の用があるんだ？それでは一口。うまい。このソースの甘辛さが。
たまらん。ともかく沖野を探そう。このまま逃げられてはかなわん。母校にでも行ってみるか。ここか。ずいぶん立派に変わったもんだ。さてと、あいつがここにいるかわからんが、怪しまれんよう裏へ回るか。建てて間もない校舎だったはずだが、ずいぶんくたびれちまったな。同時キリコを語り、女のふりをしていたやつだ。ろくなものではあるまい。だが、やつを手伝えば、祖国を負け戦から救える。騎兵は未来の兵器。何やら苦々しいが、それならば合点もいく。電算機一つ取っても、想像を絶する代物だった。ついこの間、ここへ慶太郎を迎えに来たのに、浦島太郎にでもなった気分だ。そちらのお嬢さんは？東京からこちらに来たキリコちゃん。同時キリコです。なんて素敵な方だ。私は肘山隆俊。あなたのような方に出会えて、今日は人生で一番の日です。面白い人。隆俊さんこそ素敵です。いえ、そんな。こんな場所で一人でにやけて。キリコさん。いや、沖野。やっぱり君は面白いな。アジトで寝てればいいのに、すぐに追いかけてくるとは。貴様を逃がすわけにはいかない。アジトも教えた。逃げたりしないよ。信じてないんだ。貴様の目的を全部説明しろ。そうか。まあそうだよね。でも話しても信じるかな。時間旅行も目の当たりにした。今さら何を聞いても驚かん。もったいぶるな。狙いは何だ。世界を滅ぼす者の阻止。ここにも間もなく現れるだろう。ものすごい数でね。なんだそれは。問題はそれが何なのかではなく、なぜ来るのかだよ。原因は D コード。君に分かるように言うなら、君や三浦君と同じ改造人間で、彼らを呼ぶ信号を出している者がいる。意思とは関係なくね。騎兵が戦う相手というのはまさかそいつか。彼らは巨大だ。俺と同じ改造を受けた奴がそれを。俺たちの改造は騎兵に乗るためだろう。騎兵は作ったけど、君たちを改造したのは僕じゃない。インナーロシターには謎が多いんだ。だから調べてる。インナーロシター？
君たちの体に構成されるすごく小さな機械の集合体だ。俺は何をすればいい？学校はまだ授業中だ。君は目立つからな。一人でうろうろして教職員に見つかると僕が今後やりにくくなる。昼休みで人が増えるまでここに隠れていたまえ。机に突っ伏して眠ったせいで首が変だ。沖野はまだのようだな。ソースで絡めたそばを戦後の世界でこれだけは。焼きそばパンは認めざるを得まい。奴は昼まで待てと言っていたがずっと眠りこけているわけにはいかん。外は静かだがまだ授業をやっているのか。見つからんようにと言われたら出るに出られんが。うん。高俊、何を馬鹿正直に沖野に従っとるのだ。もう待ってられん。それでね。まさか。でもあの夢は本当に？勉学が本分の学生の身で男女交際などとけしからん。でもあの夢は本当に？あの女性とても可愛らしいな。それでね。だが男を見る目がない。まさか。でもあの夢は本当に？それでね。今ここで目をつけられたら沖野に大目玉を食らうだろうな。他の場所で沖野を探すか。あんたか。この時間にここで待ってるって。手紙を下駄箱に入れたのは。はい。かわいい。いや、で何の用だ？あの、あなたが好きです。マジで？あんたが俺を？はい。さらぎのやつ、俺をボロクソに言いやがるが、やっぱ俺ってモテるんじゃねえの？嘘だ。キリコさん、あの野郎、人の女に。ん？
なんだお前。おい、歯食いしばれ。ああ。しまった。ひどいな、肘山君。いや、これは。もしかして、焼き餅？バカを言うな。そいつを殴って悪かった。別に貴様がそいつを好きでも俺は。君は何を言っているんだ。男の僕がそんなわけがないだろう。なぬ。まあいいだろう、ちょうどいい。家庭はどうあれ、尾形年次は確保できた。さあ彼を救行車に運んでくれ。告白されたのが嘘だとも知らず、なんて幸せそうな顔で伸びてるんだ。哀れだな。調べるためにあんな告白を。それ以外何がある。こいつが俺と同じ改造を受けてて世界を滅ぼすのか。滅ぼす奴に信号を送ってる。そのはずなんだが、どうも変だ。尾形年次からは命令信号が出てない。 D コードの発信者設定が変えられてる。これでは全員のコードを調べて回るしか。面倒だな。それが分かれば何が変わる。世界を救うのさ。その方法を探している。騎兵があるじゃないか。貴様はそのために作ったと言ったぞ。そうだ。だが19機を投入した戦いで一度負けてる。戦いのルールでも変わらなければ、騎兵一機で勝敗を左右できるものじゃない。太平洋戦争を知る君なら分かっているはずだ。物量で上回る敵を相手にする無謀さを。騎兵で戦うのは最後の手段だ。見つけた、手がかりだ。だがこちらからはアクセスできない。できるのは彼だけか。さてどうするかな。起きちゃったか、肘山くん。沖野、これは一体。尾形年次からは結局何も得られなかったからね。君のコードをちょっと調べながらいろいろと考えていたんだ。すぐにほどけ、さもなきゃ。今さら嫌がることはないだろう。交渉の実験室では二人きりでずっと僕がこうして君をいじくっていたのに。何？たとえそれが事実だったとしても、今はもう状況が違う。本気で怒る前にほどけ。おかしいな。数値は言葉と反対の反応だ。大好きな僕にこういうことされて本当はちょっと嬉しいんだろう。変態だな、肘山くんは。いい加減にしろ。じゃあもっと君の心を調べてみようか。これは驚いたな。そんなに僕を。バカを言え。なるほど、君は自分を偽って
対面を保っているんだな。隠しても体の数値は正直だぞ。嘘だ。どれ、詳しく調べてみよう。やめろ。へえ。やめるんだ。これはやめてくれ。何か悪い夢でも見たような。しかしまた置いていかれたな。あいついつ寝てるんだ。ソースで絡めたソ戦後のせ焼き知れば知るほど危険なやつだ。勝手に人の脳をいじくり回すなんぞ正気の沙汰とは思えん。騎兵は未来の兵器。何やら苦々しいが、それならば合点もいく。電算機一つ取っても想像を絶する代物だった。ここから学校まで歩けば昼には着くだろう。今は少しでも節約しなければ。なるほど、沖野の言う通り、今は封鎖された旧教員玄関なら誰にも会わずに侵入できるようだ。さて沖野はどこだ。よしよし。なんだこの異様な胸の高鳴りは。よく慣れてるな。たまたま見かけた野良猫だけど、僕が餌をやってたらここに住み着いちゃったんだ。だから毎日餌をあげてる。そいつも俺と同じく貴様に翻弄されたわけだな。君の面倒も見ようか。そんなものいらん。さあ行かなくちゃ。どこに行く。そうだ、慎太郎が食べ終わったら猫缶を片付けてくれないか。慎太郎？その子の名前だよ。頼んだからね。ん？猫缶の下に何かあるぞ。これは150円。沖野、もしや貴様俺のために。あの子は焼きそばパンの君。俺のことはわからないか。あの時はひどい格好だったものな。待てよ、
彼女がここの生徒ということは、この学校で売っているのか、あの時の焼きそばパンが。なあ、お前あの3人の中でどの子が好みや。強いて言うならポニーテールの子かな。へえ、俺は断然ロングの子だね。いや、ショートの子も悪くない。どっちだよ。ねえ、あの野球部員こっち見てるよ。本当だ。あんたの知り合い？そんなわけないじゃん。誰が好みとか聞こえたけど。何それ、最低。あ、あれだ。残り2つ、危ないところだった。最後の1つ。焼きそばパンください。間違いない、これだ。あの時の焼きそばパン。ダメだ、腹が減りすぎて力が入らん。このままでは餓死してしまう。やはり背に腹は変えられん。表通りまで出れば捨てられた食べ物が。バカ野郎。帝国軍人ともあろう者が犬猫のようにゴミを漁るなど、自決者だ。とはいえ、これではとても日雇いには出られん。暖かくなったと舞い上がって川で行水などしたのが運の尽きだ。風邪をひいて動けなくなり、食費が尽きて早3日。キリコさんを見つけられず、こんな場所で俺は死ぬのか。あの、大丈夫ですか？もちろんですよ。お腹が空いているんですか？焼きそばパンいただけるんですか？よければどうぞ。いただきます。焼きそばパン。うまい。こんなうまい食い物がこの世にあっていいのか。味わって食べたかったのに、一息に食べてしまった。そういえばお礼すら言えなかったな、焼きそばパンの君。ここなら落ち着いて食べられる。最後の一つが手に入るとは、これも日頃の行いだな。どこにいるのかと思えば、それを買いに行ってたのか。沖野。それではいただくとするか。うん、
着替えたんだな。あからさまに残念な顔だね。スカートに履き替えようか。いらん。ひらひらした布で隠れてるけど、下半身は下着一枚だけで丸出しなんだ。あれで往来を歩くのは僕にはちょっと抵抗があるよ。嘘をつけ。貴様、好きでやってる口だ。それに卑猥な言い方をするな。焼きそばパン半分食うか。え、別にいいよ。お腹は空いてない。君の楽しみなんだろ、遠慮せず食べなよ。そうか。優しいんだな、肘山君は。郊外は補導される危険がある。午後の授業が終わったら戻ろう。それまでここでおとなしくしててくれ。よし、食べるぞ。うまい。これだ。俺を救ったのはこの味。焼きそばパンの君に感謝だ。今度会ったらお礼を言わねば。ん？いや待て、合ってるぞ。あれは やれやれ。まだ続けるのか？もちろんだ。あいつ本当に知らないんじゃないか？切り替えの情報は残っている。発信者が分かれば信号の制御も可能かもしれない。どこへ行く？幹線沿いのコンビニさ。昼から何も食べてないだろ。何か買ってくるよ。気分転換だ。君は何がいい？焼きそばパン。そればかりだな。他に食べたいものはないのかい？バカにするな。他の食い物も好きだ。食ったことはないけどな。よくそれで好きだと言えるな。そこにいるのは誰だ？女学生。もう暗いぞ。それにこんな場所で何をしている？あれ？あんたどこかで。あの時俺を救った焼きそばパンの君じゃないか。待ってください。その上はちょっと、そのごめんね。焼きそばパンの君がどうして。おう。学校へ行こう。焼きそばパンが俺を待ってる。いや違うぞ、目的を見失うな。沖野を探すんだ。
ソースで絡めたそばを。おそらく沖野は猫が好きだ。いや、だからなんだというわけではないのだが、騎兵は未来。さて、沖野はどこだ。女性とか包帯だらけで青白い顔、木陰に幽霊でも出たのかと思ったぞ。だがゾクッとする美人だ。一つお近づきに。あ、いかんいかん、今はそれどころではない。あの、これは浮気、いや断じて違う。そもそも沖野は男だ。惚れたと言ってもそれは女性の姿だった時の話だ。思い出したぞ、奴だって尾形という男に告白していたではないか。悪いな沖野、貴様が悪いのだ。貴様が。お嬢さん。あれ、沖野が餌を与えていた猫。あの猫ちゃん、学校に住み着いているんだね。ああ、福助のことね。福助？福猫の福助。こいついろんな名で呼ばれているのか。なんで福猫なの？あの子の近くでお金拾うことは多いんだって。それって本当？まあ小銭らしいけど。小銭？試しに百葉箱の下を見てみるか。そうそう落ちてないか。帰りに何か食う？俺あんま金ないぜ。これは。100円硬貨だ。これはありがたい。
100円硬貨だ。これはありがたい。落としたとか？私なら拾わない。格好悪いもん。いや、ダメだ。ジュースは1日1本だ。これは100円硬貨だ。これはありがたい。焼きそばパンください。待たせたな、焼きそばパン。よしよし、今食べてやるぞ。うまい。うますぎる。それも当然、焼きそばパンだ。沖野のやついないな。学校に来てないのか。お、これは騎兵の探査装置じゃないか。なぜここに。こいつは貴様、神社で俺を時間旅行させた。どうした、動けないのか。沖野がこいつもやったのだろうか。まさかこいつも背負ってアジトに連れて行けというのか。面倒だな。俺は別に沖野の子分じゃないんだ。そこまで気を回す必要はない。待て、こいつめ。騎兵の装備がなぜここに。どこから来たんだ。調べてやる。なんだ。どういうことだ沖野。高俊、どうしたの。組み込まれているシステムだ。ああ、バレたのか。沖野、東雲博士が見つけたんだ。ダイモス、本気か。あれは俺が子供の頃流行った怪獣のシミュレーターじゃないか。別に何も問題ないさ。人類最後のコロニーを
ゲームで管理する気か。機能させているのは環境管理の部分だけで、怪獣は街を壊しに来ないよ。しかし一から構築するより早く完成しただろう。愛する人の言葉を信用できないのかな。仕事はもう終わり。僕たちは人類のために十分貢献した。このコロニーの生命維持が持つ間は、僕は一秒でも長く君と一緒に過ごしたい。つかさ、そうだな。俺もお前を抱きしめていたい。東雲博士にはうまく伝えておく。ありがとう。愛してるよ、タカトシ。なんだこれは。まさかあれが俺か。なぜ沖野と俺が。嘘だ。おい、今のは何なんだ。もう一度出せ。これが俺の最後の記録だ。さっきと違うぞ。司が死んだ。救命装置が使えない。俺の命もあと数時間。なんでこんなことに。箱舟計画のエネルギーをめぐって揉めた。司も計画を中止し、生命維持に回すべきだと主張した。尾形たちが銃を持ち出さなければ。いや、悔やんでももう遅い。泉さんが司を撃った。だから俺も彼と仲間を撃った。生き残っているのはおそらくあの場から逃げた東雲博士と伊田博士、そして瀕死の俺ぐらいか。格納庫が吹き飛んでコロニーは壊滅的だ。もう20時間もつまり全てが終わる。人を守りたくてここに来た。だが俺は仲間相手に殺し合いをして死ぬ。もし箱舟計画が成功して本当に生まれ変われるなら、みんなを守るための人生であってくれ。みんなを、司を。生まれ変わり、沖野が殺される。今の映像は何なんだ。なんだこの不安感は。沖野どこだ。俺が連れてきた沖野も一緒のようだ。沖野、無事だったか。肘山君、そんなに慌ててどうしたんだ。何？やはりあの映像は沖野だ。
あれは何だったんだ。僕の顔に何かついてる？学校には行かなかったのか？ああ、今日はちょっと時間旅行をね。もしかして学校で僕を探してたの？いや、別に。もしかして学校で僕を探してたの？いや、別に。もしかして学校で僕を探してたの？いや、まあ無事でよかった。いいわけがあるか。なぜ俺が沖野を見て安堵せねばならん。相変わらずその格好なんだな。貴様、もっと動けば撃つ。俺をつけてきたのか。おかげで沖野が見つかったよ。まさか沖野を殺しに。落ち着けよ肘山君。彼は関ヶ原へ、僕と彼は同類さ。そうだろ。よくあれで持たせてるな。ここに来た理由は多分僕と一緒になるため。銃は下げてくれ。もう逃げたりしない。沖野、お前が必要だ。俺を助けてくれ。いいね、素直な君は好きだよ。貴様らまさかそのできているのか。だとしたら君はどうするの？沖野のやつ、おちょくりおって。だが俺もどうかしてる。沖野は男だぞ。なんで関ヶ原に取られると思った？騎兵は未来の兵器。何やら苦々しいが、それならば合点もいく。電算機一つ取っても想像を絶する代物だった。大きの目、悪ふざけにしては度が過ぎる。それよりあの映像は何だったのだ。確か生まれ変わりがどうこう。さて、沖野はどこだ？いいところに来た。沖野、僕はこれから情報を得るために保健室に入り込む。校庭にいる養護教諭の森村を保健室に近づけないでくれ。森村は白衣を着ている。すぐわかるよ。10分は近づけるな。おい頼んだよ。大
沖野が保健室に潜入するので、校庭にいる森村を足止めしなければならない。森村は白衣を着ている。沖野が先生だな。あれでは男子学生が勉学に専念できまい。さて、待ってくれ。はい。校舎裏でその怪我をした生徒が。まあ、すぐ保健室に連れてきなさい。いえ、それが。そいつ足を折って動けなくて。大変だわ、救急車で病院に。いや、足は多分大丈夫です。腕をすりむいて、いや全身です。行って見てやってくれませんか。君、うちの学校の生徒ではないわね。そのボタン、二学理工業の制服ね。先生をからかう遊び。バレた。君は何年生？名前を言いなさい。そろそろ頃合いだ、逃げよう。生徒指導室に来てもらうわよ。担任の先生は誰？ここに戻るとやはり落ち着くな。俺の時代の匂いが建物に残っているからだろうか。騎兵に乗るため猛特訓をしていた頃はこんな目に遭うとは思いもよらなかったな。もっと近くで見ろよ。どうだ、これを初めて見たときは俺も興奮で言葉が出なかった。これが騎兵。そうだ、腕や足がついていて、まるで鉄の巨人だ。そうとも、2000トンの無敵の鉄人だ。正面の戦艦並みの手法がわかるか。俺も詳しくはわからんのだが、装薬ではなく電力磁場というので1トンの砲弾を飛ばすそうだ。1トン、長門の手法並みじゃないですか。後部に装備された新型粉身弾たるや、弾が自らを操縦して必ず当たる。まさか。旧来の戦術を覆す代物だ。それが本当なら神の見業だ。科学小説の話でも聞いている気分です。ドージ博士の話ではドイツの科学技術だということだがな。悩んでも仕方なかろう。これに乗って
日本を守るだけだ。俺がダメなら貴様の仕事になる。もっと大人で適任者がいるのでは。なぜ自分たちのような弱輩が。騎兵は操縦装置も特殊で人を選ぶ。適合できたのが貴様と俺だけと聞いた。いやあ、君たちか。キリコさん。なぜキリコさんがここに。ここは機密のはずでは。ああ、ほら、博士の使いで書類を届けに。そうだ、ケイタロウ。博士の娘さんだぞ。許可はもらってるよ。来てくれ。君たちの同調接続調整を始めよう。いや、博士がそう言っていたよ。伝えに来たんだ。わざわざすいません、キリコさん。行こう、ケイタロウ。俺が戻れなければ騎兵にはケイタロウが乗ったはずだ。だが歴史には何も残っていない。騎兵は間に合わなかったのか。まさか貴様、誰かと思えばケイタロウじゃないか。あなたは。わからないか。俺だよ、肘山だ。貴様もこっちへ迷い込んだとはな。高俊さん。ああ、この頭か。わからんのも無理はない。半年もここで生きてきた。髪も伸びるさ。よく見てみろ、俺だ。貴様はいつ来た。こっちにどうやって来たんだ。あっちはあれからどうなった。待ってください、そんな一度には。騎兵はどうなった。それが、私は騎兵でこの時代に来ました。騎兵で来た。騎兵にも時間旅行の機能があるのです。なんだと。やはりあれは未来の兵器なんだな。騎兵はどこだ。こっちにあるんだろ。あるにはありますが動かせません。その上、この時代の政府と四季島に取られてしまいました。なんてこった。沖野の話は秘密だと言っていたな。同時キリコの話をするのもまずいな。腹減ってないか。俺のねぐらへ来い。焼きそばパンを食わせてやるぞ。いえ、大丈夫です。今はクラベのお孫さんのお世話になってます。そうか。だが焼きそばパンは一度食うべきだ。この時代で一番うまい食い物だぞ。高俊さんはハンバーグというものをご存知ですか。ハンバーグ。おそらくこの世で最もうまいものです。そんなわけがあるか。あなたが急に姿を消したのはこちらに来たからか。俺がいなくなった後どうなった。あなたは同時キリコと共に逃げたと報告を受けました。バカも休み休み言え。貴様も俺をスパイだと思うのか。まさか。仮にそうだったとしても、あなたはもう咎められたりしない。どういう意味だ。我々の時代にはもう誰も残っていない。やはり歴史通り敗戦に。
そうじゃありません。怪物に壊された。どういうことだ、詳しく話せ。待てよ、沖野。啓太郎が言ってた怪物ってのはちゃんと説明しろ。おい、ここは説明するより見た方が早い。昭和20年に行けばね。やはりこの神社が時間旅行のための場所なんだな。行くだろう。もちろんだ。出発しよう。さんの家があったはずだが、このありさまではまるでわからん。啓太郎の言う通りだ。交渉にも避難所にも人影はなく、探し回っても誰とも出会えない。ここは空襲で焼けたように見えるが、遺体にすら出くわさん。他の地域から救助が来てもいない。日本だけじゃない、おそらく世界中が同様の状態だ。なんだあれは。ここはあれにやられたんだ。あれが沖野の言っていた。そうだ、あれがダイモス、世界を滅ぼすものだ。騎兵と同じくらいの大きさのやつからもっと大きなやつもいるだろう。ここに残っているのはごく一部に過ぎない。数百以上の大軍が押し寄せたんだ。今は役目を終えて静止している。皆はあれに食われたのか。食べないよ、捕らわれたんだ。地下にある円盤に。円盤？ダイモスはこの下に埋まってる巨大な円盤を狙ってる。あいつらが円盤に接触したら円盤が人を転移させる。その目的も転移先も不明だ。お袋も玉尾さんもそいつに捕まってんのか。待てよ、ここがこんな有様なのに。1985年は君も気づいたか。もしかして平行世界とかいうあれか。意外に物知りだな。啓太郎から借りた科学小説で読んだ。一つだけ確かなのはそれだ。ここと向こうは時系列でつながってない。周りの何もかもがおかしくなっていく。悪夢なら覚めてくれ。とても現実とは思えん。現実と思えないか。しゃあ、
から俺はどうすればいい。国が変わり果てる前に戻って騎兵で戦えるのならまだ光明があるが、沖野が言うにはそれはできない。だが沖野なら情けない。結局あいつに頼ることしかできないんだな俺は。騎兵は未来の兵器。何やら苦々し、電算機一つ取っても想像を絶する代物。奴が語る一連の出来事は俺の理解をはるかに超えている。俺は一体どうすればいいのだ。ソースで絡めた戦後の焼きそば。さて沖野はどこだ。君、待ちたまえ。ずいぶん風紀の乱れた格好だ。これしか着るものがないんだ。君のような生徒がこの学校にいたかな。見覚えがない。どこの生徒だ。細かいやつだ。元気ないね。わかる？なんかあった？教科書を間違えて次の日の科目で用意しちゃってさ。あるある。そんな時に限って先生に問題当てられちゃってさ。あっちゃー、災難だったね。見覚えが。細かいやつ。100円硬貨だ。これはありがたい。あ、いや、これは。待ってくれ。誤解だ。いや、誤解ではないか。そう、これは。君、何をしているのかね。テレビがあってさ。お前それでか。最近午後連出ねえと思ったら。何の番組だよ。夕闇にゃーにゃー。え、後ろ前逆さ組が好きなんだよ。ああ、あのアイドル番組な。なんだよ、悪いかよ。まあいいんじゃねえか。君、待ちたまえ。コート先輩。
礼、用事を思い出した。100円硬貨だ。これはありがたい。手持ちは200円。焼きそばパンください。待たせたな、焼きそばパン。よしよし、今食べてやるぞ。うまい、うますぎる。それも当然、焼きそばパンだ。明日にしよっか。今日もいつものところで。ああ、分かってる。じゃあ後で。今のは別に誰でもいいだろう。そうだ、先に伝えておくよ。今日もちょっと戻るのが遅くなる。ここのところ毎晩だな。どこへ行ってる？時坂神社か。別にどこだっていいだろう。おい、夜は先に何か食べておいてくれ。今はダメだ。日暮れに時坂神社で待ち伏せよう。待ち伏せするにもまだ早い。しばらく時間を潰すか。しかし大きな目、金なんぞでこの俺がおとなしく待つとでも思っているのか。無性に腹が立ってきた。こんな金今すぐ全部使ってやるわ。生徒と何かある。うまい。俺に何か隠してる。
今何時だ。早く時坂神社に向かわねば。うたた寝して寝過ごすとは。すでに二人は行った後だろうな。ここで待って、戻ってきたところを抑えるしかない。大型。おい肘山、俺のこと好き放題しやがって。俺が忘れたと思うなよ。そういえば貴様、どう逃げたか知らんが、もう一度痛い目に遭いたいようだな。そいつはどうかな。尾形君、キサラギさん探すんじゃなかったの？そういや、そうだ。遊んでる場合じゃねえ。悪いが、相手はまた今度だ。勝手なことを抜かしやがる。おめえはなんでここにいるんだ。沖野を探してたんだ。沖野がどうした？沢渡さんに聞いたんだけど、キサラギさんは男の子と待ち合わせてたみたいだよ。何？あいつと二人で？昼間見たあの女性とか。キサラギのやつ、あいつと言ったのか。おそらくあそこだろうけど。知ってるのか？ああ、そんなことを話してたからな。ところで貴様、時間旅行の操作はできるか？え、お前も使えねえのか？なんで同じ場所に隠れてんだ。暑苦しい、向こうへ行け。うるせえな。おめえこそあっち行きゃいいだろう。くそ、やぶかが多いな。今日は来てないのかもしれんぞ。比べは帰っちまったが、訳を知るまでは俺は帰らねえ。俺もだ。現状はもう何が何だかわからん。そのキサラギという女生徒と貴様はどういう関係なんだ？どっちだよ。友達か。ここ数日は沖野の女装を見てないし、もしかしたらあいつあの女生徒のことを。一応は波の男だったか、沖野司。来たぞ。嘘ついてるわけじゃないよ。本当に映像が。分かってる。アクセスの記録はあったからね。だがどうして反応がないんだ。沖野！バカ、まだ出るな。尾形？こんなとこで何やってんの？うっせーの。あれ、もしかして焼きもち焼いて待ち伏せ？あ、誰がお前なんかに。君もそうなのか、焼きもちで。バカを言うな。俺はただお前が心配だっただけだ。言ったんだろ、近い。それがね、ドロイド壊れてて。お前に何かあったら俺は。バカね。皆を救う方法があるなら教えてほしい。頼む。分かった。僕は救う方法を探してはいるが、
救えるかはわからない。だが僕が知り得たことを君にも共有しよう。今日はもう遅い。君たちは帰りたまえ。ああ、ふざけんな、起きろ。ああ、もう帰り道で教えてあげるからね。パクってほしいな。命拾いしたな、沖野。さあ、行こうか。どこへ？知識の遠さ、そこが発端だ。前に話しただろ、円盤の中だよ。これは未来の人間が作ったのか。宇宙人かもね。あ、円盤、ここは地下なのか。いいだろう。まずはこれを見てくれ。海岸線は真ん中が下橋だ。この地下300メートルにこれがある。あ、円盤、直径はほぼ30キロメートル。なんてデカさだ。ダイモスというのがこれを狙って。そうだ、円盤はセクター5、つまり昭和20年にも埋まってて、ダイモスに接触されて人々は消された。僕のいた時代も同様で、唯一無事なのが昭和60年のあの場所だけだ。どうした？昭和60年、平行世界だとしても違和感があるな。未来から過去へ40年ごとに攻撃を受けたと言っていたな。なぜ昭和60年をすっ飛ばしてさらに過去の俺の町を攻撃した？肘山君にしてはかなりいい質問だ。おい、昭和60年にいるからだよ。Dコードの制御キーを持つ者が、奴らの命令者がね。命令者を避けてセクター5を先に攻撃した。最後に滅ぼされるのはセクター4、つまり昭和60年が最終防衛エリアだ。未来人は最終戦に備え、セクター4にインナーロシターの適合者を集めていた。命令は結局止められないのか。君も知っての通り、命令者が誰に移ったかわからない。だが命令者の発信を阻害しても無駄だろう。別の誰かが新たな命令者になる。インナーロシターを持つ全員が候補で、命令者だから。ということは俺も命令者になりうる一人だね。世界を救うためインナーロシターを持つ人間を全て殺そうとした男もいたんだ。死んで国を救えるなら俺はそれでも構わん。俺たちをインナーロシターで改造したのは誰なんだ？目的は世界を滅ぼすためか？わからない。謎が多いと言ったろ。それに人を消すのはこの円盤だ。インナーロシターで判明してるのは2188年の一般的な情報技術で、命令を出すための D コードはその中の小さな処理の一つということだ。小さな？不可解なのはそこさ。インナーロシターの処理は8割以上
D コード以外の何かに常に使われている。何に使われているのか調べたが全く意味不明だ。わからない。 D コード自体の処理量は多くないんだ。命令者を一人維持する働きと定期的に3カ所にアクセスしているだけ。アクセスの一つはここ円盤の中枢、ユニバーサルコントロールだ。人が消える原因とも関係がありそうだが、まだそれは解析中だ。アクセスの二つ目はセクター1、2105年の自動工場だ。奴らは工場を攻撃せず残した。そこでダイモスを生産している。騎兵もそこで作ったんだ。最後のアクセスはおそらく如月富が見たという衛星軌道の何かだ。そこからダイモスの設計データを引き出している。それが解明しても世界を救えるかはわからないんだな。希望的観測だが、この円盤と衛星軌道の何かが分かれば消えた人々を戻せる可能性はある。そうだよ、まだ何か見落としてる気はしてる。もっと根本的な何かを。おう。というわけで、ついに我々が直面する問題の答えを突き止めた。それは何だ？まあ、まずは紹介したい。騎兵は未来の兵。何やら電算機一つ取っても、俺が今できること、それは皆を救うため、沖野と共に行動することだ。少し早かったな。司令船はまだ地平線の向こうだ。交信圏内に入るまであと30分かかる。待つしかないな。教えてくれ。そうだな。 D コードの話を覚えているか？インナーロシタの中にあるダイモスを呼ぶものだろう。そう。そして3カ所にアクセスしてると話した。その一つがここで見せる軌道上の司令船だ。ダイモスのデータをそこから引き出し、セクター1の自動工場に量産させ、ユニバーサルコントロールを攻撃させる。それが D コードの正体さ。そこが攻撃されるとなぜ人が消える？その謎も解けた。だがそれは司令船にいる彼女から説明してもらう方がいい。おい、人形が動いてるぞ。止まれ。止まった。この人形、敵なのか？地上にいた奴がここへ来たようだ。僕の声を認識してるけど、操作の権限を外されてるな。僕の命令では停止できない。またすぐに動き出すだろう。おい、こっちにも。止まれ。嫌な予感がするぞ。そうだな、戻ろう。
様子がおかしい。どうした？あのコンソール。あっちに制御が映ってる。ここにいてくれ。タイマーをセットしてくる。おい。止まれ。起きろ。畜生、俺だけこっちに。すぐに戻らなければ起きのが。誰でもいい。時間旅行の操作ができるやつを。転送される瞬間、ドロイドに襲われる沖野を俺は目撃した。一刻も早く助けに行かなければ。関ヶ原なら、時間旅行なら慶太郎の騎兵でも、いや、もうあの先生でもいい。沖野が調べていたあの先生なら、時間旅行の方法を知っているかもしれん。慶太郎の話が本当であれば、騎兵には時間旅行の機能が備わっている。なんとかして政府と敷島から取り戻し、沖野を助けに行けないものか。奴に泣きつくのは尺だが、背に腹は変えられん。あの先生はいないようだ。君、すまない。尋ねたいことがあるんだ。はい、何でしょうか。この辺りで目つきが鋭く、素行の悪そうな男を見ていないか。いえ、何でもありません。森村という教員を探しているのだが、居場所がわかるだろうか。森村先生でしたら、今日はもう帰られたかと。そうか、この非常時に限っていないとは。仕方ない、他を当たるか。三浦という学坊の少年を見かけなかったか。学坊？あの中学生かな。知っているのか。すみません、そこまでは。うちの部員なら何か知ってるかも。その部員はどこに。この時間でしたら休憩所かと。わかった、ありがとう。君、少しいいか。なんでしょう。三浦という学坊の少年に心当たりはないか。学坊、夏野の彼氏のことですか。夏野？部活の友達に彼氏がいて、すごく古い学生帽をかぶってたような。そいつだ。どこにいるだろうか。物質棟にはいなかったし、そういえば前に旧校舎の近くで見たことが。旧校舎？木造校舎のことか。ありがとう、恩に切る。
人相が悪く喧嘩っ早そうな男を校内で見かけたことはあるか？ありますよ。本当か？目の前に。他には？あとは尾形くんとか。もういいでしょうか？ああ、世話になった。大きな。どうした？これなんだ？あなたが好きです。何を？血迷うな、俺は。なんてね。前にここで尾形年次に告白したろ。あの時すごく怒ってたから告白してほしかったのかなって。バカ野郎、男に告白されて嬉しいもあるか。そうか。誰もいない。あれ？あなたもしかして？こちらも探して正解だったか。誰だ？これは関ヶ原といた探査装置じゃないか。なぜこれを持っている？君は？高利さん、私が連れて行こう。私がおきろのところへ連れて行く。呪いのに襲われて、おきろは危険な状態だ。なんだと？貴様は一体なぜ沖野のことを？司令船からテレビ放送を通じ、伊良間美雪が伝えていた客のあれを。これなんだ？これはフェイザー級、ドロイドと戦う武器や実用が。未来の銃か。敷島の研究所から持ってきた中枢の解析情報で研究された武器だ。ジャスロ、君はどこで？危険だ。モタモタすると起きろが危ない。やられた。すぐに病院へ連れて行ってやる。石山
喋らなくていい。手紙を。おい、大きな。4への侵略が近づいている。そこで君と騎兵を共有しておきたい。セクター5の海中に隠してある。僕の乗っていた12番騎兵だ。僕に何かあれば君に必要なものだ。だから体を勝手にいじらせてもらった。騎兵の起動マーカーは左の前腕部にある。あの探査装置が言うように、貴様が本当にまだ生きているなら、戻ってくる場所がなくなっていては困るよな。戦いに命を懸ける理由ならそれで十分だ。さあ来い、12番騎兵。世界がダイモスの侵略で消滅すれば、僕
僕たちはポットの中で死ぬ。貴様のようなふてぶてしい奴が死ぬはずがなかろう。世界がどうだろうが、俺の役目は同じ。祖国と愛する者のために出撃するだけだ。肘山君、貴様は死なせん。肘山君、たとえ世界が消えても僕は常に君といる。行こう。